吉野さん、まあ難しいことからやってもいいし、簡単なことからやってもいいし、まあ度胸大事ですね。えいやってやってみる度胸はね、やっぱりね、怖いからこそ勇気が生まれるとも、まあ思えるんですよ。ですので私はこの自分の中の恐怖とね、うまく付き合って、怖さがあるからやるとかね、やばいと思ったらからやるとか、そういうふうな危機感を忘れないようにしたいと思いますね。もう今しかチャンスがないと思ったらやっぱり動機になるじゃないですかね。あと3日後には値段が上がりますとかね。あ、ちなみに FX オリガルヒという私のコンテンツなんですけども、コンサルコンテンツなんですけども、こちらの方はあと6月3日をもって先行価格終わりまして、まあ10件の方が入金していただいて、であとね、考え中とか今対応中な方が5名ぐらいいらっしゃって、それからまだちょっと考えさせてくださいみたいな方がさらに5名ぐらいいるかなってところなんで、今日から35万ですんでね、悩んでるうちに35万になっちゃったということで、まあ購入動機はさらに鈍るんではないかと思います。まあでもね、35万でも29万8千でもほぼ同じだ、安いと思ってくださる方がいるんだったら、やっぱりしっかりと悩んで決断していただければなと思います。なんか思うにね、悩む時が一番モチベーション高いんじゃないかなと思うんですよ。はい、お茶、新しいお茶買ってみました。不思議ですよね、お茶ってウーロン茶と緑茶とかありますけども、そこから発生してさまざまなお茶が出て、それぞれ個性的なんですよね。これなんてのはね、お茶っ葉が沈殿してるんですよ、そこへ濁りがあるっていうかね。だからすごいね、ほんとお茶っぽいんですよ、これなんかむちゃくちゃ深みがあって美味しいですよね。ペットボトルのお茶ってのもこんなもんなんだなと思います。最初に伊藤園がペットボトルのお茶を出す時、猛反対があったらしいんですよ。やっぱり伝統の味をこういうね、自動販売機で売るような抵抗があったんでしょうね。でも決断して売ったところ、爆発的に売れて、お茶の本家がここまでやるかみたいなね、やっぱりマーケットに与えた信用も大きかったんじゃないですかね。まあ水とかお茶をね、買う時代が来るなんてのはね、ほんと信じられないし、おにぎりを買う時代っていうのもね、やっぱり最初出だした頃って信じられなかったらしいんですよ。よくね、藤田伝さんがマクドナルド、これをなんていうのかな、世に出す時に、そんなもん売れませんよっていうね、ことを言われたみたいなエピソードありますけども、マクドナルドの前にもドムドムバーガーっていうのがあったり、ハンバーガーって別にあったわけなんですよね、チェーン店ももちろんありましたんで。だから藤田伝さんも何もね、前人未到の世界に踏み出したわけではなくって、結構前例があることをさらに強化してやったってことなんですよね。しかもチェーン店があるところで1号店とはいえね、いや1店舗でも別にいいわけですから、最初の1店舗が売れたから店舗を増やしていったってことだと思いますから、なんかこう表現の仕方によっては藤田伝すげえなと思うけども、結局後付けですごいように、まあデコレーションしたんでしょうね。そういう見方もできるってことなんですよ。でドムドムバーガーってのはほとんど知られてないんですよ。だから要するに、知らせることが上手なプロモーションすると商品も売れるし、店舗も広がるし、伝説も生まれたっていうふうにできるから、マクドナルドが何もかもやったような気がしますけども、実はなんか足場固めっていうのはね、他の企業、名もなき企業がたくさんやってくれたんでしょうね。それを見て、これはいけるなって踏んだところがあったと思います。でもこういう話も思い出すんですよ。2人の靴職人ってやつですよね。もう言うまでもないと思いますけども、日本で例えると、お、誰もパン食ってないぞ、日本人誰もパン食わねえんだ、あ、やめたっていうんじゃなくて、誰も食ってないからこれ売れるんじゃないかなっていうふうに、マーケットの可能性を感じるかによって全く行動が違うってことなんですよね。だからね、物の見方っていうのは大事だな、考え方っていうのは大事だなと思いますよ、本当。まあそんな話でですね、今日はね、収益ステータスがありません。なんでだろう。はい、以上です。ありがとうございます。